k ケアが販売する、組み立て家具、右側に、予備の棚がある。組み立て家具とは、購入者による組み立てが必要な家具である。段ボールに分解された家具の部品と説明書が、収納された状態で販売されており、特殊な技能がない消費者でも、ドライバーなどの一般的な道具だけで組み立てられる。そして完成品の家具と比べて配送コストが、軽減できるため、 安価で売買される。また何らかの理由で組み立てられない消費者でも、組み立て作業の代行サービスなどに依頼することで、組み立て家具を利用できる。組み立て家具を世界的に有名したのは、スカンジナビア諸国のイングバル・カンプラードが創業した、イケアである。またイケアの特徴の一つである、フラットパックは、1963年から国外にも、積極的に進出した背景もあり、 組み立て家具はイケアが発明したという誤解もある。しかし、組み立て家具の歴史は長く、アメリカ合衆国では、ニューアメリカンシクロピアが1859年に、組み立て家具をアメリカの発明として記載し、簡単に輸送できることを強調した。また1877年7月1日に特許が出願されている。日本国内においては1970年に、 株式会社クロシオがカラーボックスを販売し売り上げを伸ばした。カラーボックスとは日本国内のみで通用する収納家具の名称である。株式会社クロシオが開発、販売した組み立て家具であり商品名であった。2020年の段階ではニトリやコーナン、DCM ホールディングスグループ企業などの家具、小売業者やホームセンター、 アイリソウ山などの家具等製造業などもそれぞれ販売している。明確な定義は存在しないが安価な合板で組み立ての必要な高さ 90cm 幅 40cm 奥行き 30cm の2段から4段の収納家具を指すことが多い。もちろん他の大きさの収納家具がカラーボックスとして売られているがあまり逸脱した大きさのものはラック。 棚と表記される。カラーボックスの由来は、当時の株式会社クローシオ会長が、プラスチック製品で目にするオレンジやグリーンなど、カラフルな色を家具でも再現できるのではと発案。大手紙メーカーの協力で色紙を貼ったカラフルな、合板で3段の棚を作成したことがきっかけである。ディプリー、ジョージ、アンダーソン、チャールズ・アンダーソン。 The New American Cyclope Dia, A Popular Dictionary of General Knowledge, Volume 8, New York, Appleton, P30, Relieved 31 August 2016, US Patent 202,505, HAT ABC 株式会社黒子を、カラーボックスの日は、カラーボックス通販、ニトリネット、公式、家具、インテリア通販、株式会社に取り、2020年10月4日閲覧、 収納、家具、カラーボックス、ホームセンター、コーナンの、通販サイト。コーナン商事株式会社。2020年10月4日閲覧。カラーボックス、ホームセンター通販は、DCM オンライン。DCM ホールディングス株式会社。2020年10月4日閲覧。ボックス収納収納、家具商品情報アイリス大山。アイリス大山株式会社。 2020年10月4日閲覧。ありがとうございます。